一度は価値がないと思われていた服が輝きを取り戻す瞬間がある。そして服は生まれ変わる。服にまつわるちょっといい話するだけで大幅値引きしてくれる説、潰れんなこの店。きよかちゃんおかえり。無事にお届けしてきました。優しい人ですね店長は。ダメだってゴリゴリのおっさんがさ、10代好きになったら。あんなピュアな子を俺は知らない。あ、不倫ってのよくないけど流行ってるね。あれね、家族がいる人を好きになっちゃったらどうする。放っておけないことってねあると思うんです。家庭があることを彼女に内緒にしてることだよ。この現実を受け止めない限り、キキョカちゃんは前へ進めない。その子疫病神だから気をつけた方がいいよ。あ、大丈夫キキョカちゃん。病気なんだよ。誰か違うって言う。誰だと思ってんだよ。来た。迷惑かけるのが一番辛いから。清香さんを助けてあげてください。優しいです店長は。清かった。家族を演じてもらえませんか。ある役を演じただけですよ。演じや。はい演じや。